の娘、東海帝王だよ。実力は引けを取りません。2番人気は8番。美しいよ。スタート。各馬の娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先頭争いはハイレース鈴鹿、東海帝王、16番サイレース鈴鹿、快調に飛ばしていきます。先頭はサイレース鈴鹿、安心で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番一馬審査、18番そしてそのうち東海帝王、5番手15番そしてその外16番、少し後ろからエアグレーブ、外を通りまして10番、それを見るように6番、1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭がやや速いのか間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭は依然サイレンス鈴鹿、3馬身リード。先頭から大きく離されて2番手は東海帝王、その外並んで18番、4番手には15番、差がなく2番、10番、並びかけてきた。少し後ろから16番、そのうち並んで6番、そして外目を突き出してはエアグルーム、向こう正面に入って先頭から進学までおよそ13マシン。順位を振り返っていきます。依然としてサイレンス鈴鹿、続いて東海帝王、その外並んで15番、そしてそのうち2番、すぐに続いて10番、さらに16番、そのうち並んで6番、少し後ろからエアグルーム、それを見るように18番、さらに7番、少し後ろからグラスワンダー、それを見るように13番、うち14番、1馬身離れて4番、その外並んで5番、そしてその内を回って12番、外から行く17番、最後方1番、サイレンス鈴鹿、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の脚質には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まると、どうなっているの。前を狙っていると最終コーナー、最初に立ち上がったのはサイレンス鈴鹿、東海帝王、戦闘は渡しません。